赤坂コーチングの西村です。本日はハンキーパンキーのローライズタンガっていう話のその2です。ただいま菅谷慎一さんの YouTube の実践アカデミー受けてる私です。ご契約2巡目に入ったので菅谷さんから毎日動画のお題が送られてくるようになりました。ってことで最近のコーチまゆみ嬉しかったことは、新しくパンツ買いました。じゃじゃーん。これですね、前にご紹介しましたハンキーパンキーってメーカーのものなんです。ほらほらハンキーパンキー、後ろが大胆にティーバッグなんですね。ここの前の柄がないものが多いんですよ。でもこれ珍しく見っけたのでゲットしました。嬉しいなっていうのが最近のコーチまゆみの成果です。成果っていうかお買い物です。私いつも伊勢丹で買ってたんですよね。でも最近青山にこのハンキーパンキーの扱ってるお店ができたんですよ。青ビルの裏側なんですけど、柄物が少ないんです。ここなので柄物を見つけた時は即ゲットみたいな感じで楽しんでます。ここがゴムなのですごくリラックスできるんですよね。同じ理由でコサベラも好きです。コサベラってブランドがあるんです。週明けの朝からゆるい話題で恐縮です。